内湖線の台北都市運シティフロ650型電電車内湖線は台湾台北市中心部から台北松山空港や内湖地区を経由して南港地区へ向かう台北都市運の路線。2009年7月4日に開業した木作線と同じく新交通システムで文庫線として相互直通運転している。全線の料金は二0ニュー台湾ドル35ニュー台湾ドルで、 あるが2009年7月25日から2010年6月30日に UU カードで利用すると36%引きの特別割引を受けることができる。内湖線は木作線と同様に中規模の旅客輸送を想定し、路線の大部分が高化式で計画された。当初は沿線住民より大規模輸送が可能な地下方式での建設要望が提出されたが、 建設コストと線路予定地の問題から政府側より反対意見が出された。その後2000年台北市議会が正式に高架式中規模輸送手段としての内湖線の建設を決定。2001年8月1日には松山機場駅が追加され、現在の建設計画が確定した。しかし内湖地区の地下配管が複雑であること、 事前の地質調査よりも軟弱な地盤であったことが後日判明する等の問題が生じ、当初の2008年開業予定を2009年7月に延期して開業した。バル256型、シティフロ650型が全て4両編成で運行されている。ありがとうございます。